あ、ごめん、富永の試合は終えてないですね。申し訳ない。G リーグまではちょっと終えてないです。まあでも、全然試合も出れてないし、シュートも決まってないそうなので。まあ富永に関しては、やっぱり俺は前言った考えは変わらないかな。で、この考えを言って、仮に富永がこの考えを耳にしたとしても、富永は、自分のやり方を変えるタイプじゃないと思うから、だから、もう俺から言えることは、自分の選んだ道を突き進んで頑張ってくれっていうことしか言えないんやけど、ただもしちょっとでも耳に通してくれるんであれば、やっぱルーティン変えた方がいい、富永は。これ前も言った話だから繰り返しになるけど、本当にルーティン変えた方がいいと思う。自分からもう自分のタイプを決めすぎてる。もうシューター、俺はシューターだっていう気持ち強すぎて、で、そうなんだけど、ステフィン・カリーを目指すんだったら、カリーは仮にスリーポイントを打つなって言われたとしても、ある程度活躍できるんだよ。相手がそれを知らない状態だと仮定してね。相手はスリー打ってくるって当然思ってる。けど、カリーはこの試合は自分スリー打たないっていう風にするとするじゃん。それでも多分20点ぐらいは取ろうと思えば取れる選手だと思う。だそれってなんかこう自分をシューターっていう枠でこうくくってない、ないしはそういう選手で終わろうとは思ってないっていう。だ富永は、まあ、終わろうとは思ってないとは思うんやけど、なんかやってることだけ見るともうなんか自分でもうめっちゃ狭めちゃってるから、本当にランニングだけ、スリーポイントだけ、どんなにプレッシャーかけられても、ブロックさえされなければ俺の勝ちっていう。ただまあ、俺もその気持ちでバスケしてたりもするから、わからなくはないんだけど、いや、カリー目指してるかは知らんけど、ただカリーをリスペクトしてるのは伝わるから、今のままだと、スリー1本外したらもうじゃあ使えませんっていう選手にしかならないし、自分でそういう評価してくださいっていうプレーしちゃってるから、けどそれが何か別のプラスアルファがあれば、それもディフェンスでも何でもいいんだけど、何かあれば別にスリー1本外してもまだ残るじゃん。けどもう、いや俺はこれが俺の武器なんでっていうアピールが強すぎて、じゃあヘッドコーチからしてもさ、まあ使うけど、いやその代わりシュート外したらもう使わんよっていう、そうなっちゃうよね。だからそのこう、自分のマインドセットを変えるには、やっぱルーティンを変えるのが俺ベストだと思ってて、だそうなると、最初の、まあ、パーフェクトシューティングみたいなメニューがあるんだけど、近場からリングに当てずにスイッシュで何本か決めて、で、どんどん遠ざかってみたいな、まあ、もう誰しもがやる、渡邊雄太とかも誰しもがやってるルーティンがあるんやけど、プロの選手なら。もうそれやめてもいいと思う。そのぐらいのレベルで、何か最初ハンドリングのあれから始めるとか、ね、ディフェンスのステップから始めるとか、まあそのぐらいしない限り、あそこまで突き抜けた選手って違うレールに行くのはね、結構難易度高かったりもするから。でも違うレールを進まないと今頭打ち来てるような気もするから、やっぱり強制的にそのルーティン変えて自分の、歩むレールを変えるのはいいのかなって気がする。で、俺好きな言葉があって、トレーニングって言葉あるじゃん。トレーニングの、なんて言うんだろう。本当の意味というか、トレーニングってなんやろって思わん？ワークアウトっていう言葉もあれば、トレーニングっていう言葉もあって、で、俺結構言葉好きなんよ。言葉遊び好きで。で、トレーニングって英語で書くとさ、トレインと ING なんよ。なんかゴルゴみたいなことを言うけど、芸人の。トレインってさ、始まりがあって終わりがあるじゃん。で、レールが決まってるでしょ。で、その、いや、まあ、訓練っていうそっちもあるけど、その、ちょっと言葉遊びして、列車の方のトレインを思い浮かべてほしくて、だ始発があって終点、いわゆる目的があるわけよ。だからトレーニングって、その、道を外しちゃいけないんだよね。列車もそうで、列車もそのレールというかさ、脱線するともう目的地つかないじゃん。だから強制的に型にそのはめて、自分自身を。で、そのレールに乗っ取って練習する。
ていうのが俺のなんか言葉遊びでのトレーニングなのね。だから今富永がやってることっていうのはまさにそのシューターっていう目的地を決めてそのレールをこう突き進んできたんだと思う。だからこそね、日本っていう全体で見ても富永ってちょっと特殊な選手に慣れてるわけじゃん。だからあれぐらいこう、だから富永がやってきたことはワークアウトとかじゃなくてトレーニングだよ俺からするとね。いろいろやっぱあれもいいなこれもいいなってなりたいところを、いや俺はこうだっていう、俺はこれでなんだろうてっぺん取るんやみたいな訓練をこうひたすらしてきたからああいう選手になったと思う。ただやっぱ目的地に今ついて結果今あ自分の終点ってここだったんだみたいなところに多分来たと思うんだよね。だ今度はその乗る列車を変えてみるっていうのが今富永に必要なことだと思う。だ最初はそれでよかったと思う。大学のネブラスカにいた時までは、うん、そのレールをねこう脱線せずにトレーニングしてきたっていうのはそれでよかったと思う。ただ今がきっと終点、まあ、もちろん何パーセントか3の確率は上がるとか当然あるよ。終点っていうのはあくまで今分かりやすく言ってるだけだから、限界はね別に自分で決めるもんじゃないし、それはそうなんだけど、うん、ただもうなんだろうな、今まではこう特急列車並みのスピードでね駆け上がってこれたと思うんだけど、今はもう各駅列車ぐらいのスピードになっちゃってると思うから、まあ、そのぐらいのスピード感での成長なのであればもういっそのことね乗る列車変えてまた違った道の違った型のトレーニングをしてもいいのかなっていう気がする。まあ俺は試合見れてないので、はい、日本代表での富永をイメージしながらの話にはなってるけどね。まあでも今出れてないってことは、うん、多分日本代表でホーバースに使われなかったけど自分の意思は曲げずにやってるんだろうなっていう気がする。で今 G リーグのヘッドコーチにもだったらあんまりシュート入んないんだったら評価できないよっていうきっと流れになってんだろうなっていう気がするからっていうね。付き合うならどの選手、まあ、ちょっと俺のプライベートの話は一旦休憩かな。うん、一旦休むわ。川村だ、そうだ川村です。まずいまずい、俺のプライベートの話になりかけてるから終わろう。よくないこの流れ。ということで終わりますか。皆様また次回の配信でお会いしましょう。明日スターティングファイブでメンバー配信やります。よろしくお願いします。では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 、お疲れ様でした。チャッ。